まして、けんちゃんの歌謡ショーでございます。地元の歌、神戸でもう一度から聴いてくださいませ。泣きましょうね。
先生にレッスンを何度かしていただきました歌でございますね。約束をした
はもうお母さんがね、ご親族の皆様のテーブルでございますね。ありがとうございます。ちょっとこれストップしていただけますか。今日はの歌い手さんがですね、武拓也さんと、もう一方の二宮かおりさんですか。二宮さんですね。あの二宮かおりさんで、やはりあの宮下健二先生のお弟子さんということでございまして、あの活躍の地は埼玉県ですものね。でもし差し支えなければなんですけども、あの一言二言を何かおしゃべりご挨拶とかしていただけたら嬉しいかななんて思ったりもしますけど、まあ、今日はあれですか、あの二宮かおりさんでございます。あの皆さんぜひね、また応援してあげていただけたらと。今日わざわざあの忙しい中を振って、あの今日は NHK に出る予定を蹴ってこられたんですね。NHK に出る予定を蹴ってここに来られた、ね、もうありがとうございます。もう NHK も蹴ってこっちの方がいい、嬉しいですよね。今日宮下先生もね、テレビ収録をすっぽかして、もうこっちの方がいいって聞いてましたね。本当に嬉しい、ありがとうございます。じゃあ野宮香織さんもぜひ皆さん応援してあげてください。本当に、はい、まあ、僕にとっては大先輩ですから、もう勝てないことばっかりあまりするともうね、大変なんで、今日は楽しんで出かけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。まあ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。じゃあそれでは、もう一曲、あの今日は僕とても嬉しいです。今日は本当にもう幸せでございます。日本の国には、言霊というものがございます。大体言ったことが言った通りになっていくもので、そして未来が形づいていく。そして不平不満を愚痴や、泣き言を言っている人はそれを一生言ってますね。そう言うからそうなっていっちゃうんですね。ですから今日から、皆さん今日からですよ、いい言葉を、いい言霊だけを使いましょう。あの幸せだなとか、ありがたいなとか、おかげで助かるわとかね、もうこれを言ってるとね、そういう風になっていくんですね。それは僕も本当にそう実感してます。でね、腰が痛い人、もう今日腰が痛いんだよ、痛いのよって言いますと、ますます痛くなります。で、言ったところで相手はお医者さんではございませんから治す力はございません。もう腰が痛いのよっていう代わりにですね、おかげさまで昨日より良くなったのよね、こう言っており、こういうのを言うと日に日良くなる。本当に、これも本当皆さんのおかげでね、もう病気も治ったのよ、うん、でそういった言葉を使って、どんどん皆さん、まあ、僕もね、未来を明るく楽しいものにしていきたいなと思ってるんですね。ですから、まあ、寝る前とか起きた時に、口癖として、もう、あ、幸せ幸せ幸せとかね、こううとうとした状態の中で、嬉しい嬉しい嬉しい、楽しい楽しい楽しいってね、言い続けてますと、そういった現実が自分の前に現れてまいりますね。僕はそう信じてますので、今日から皆さんね、そういった言葉をだけを使って、もう愚痴や不平や不満や泣き言とはおさらばしましょう。 OK? もうそれしかもありません、ね。そんな思いでね、一歩一歩、皆さんと共に歩んでまいりたいと思いますので、はい。あとね、もう一つね、これを言うといいよっていうのがあります。素直になって愛してます。旦那さんにね、お父さん愛してるよ、あ、なくなってないんだじゃあ、仏さん の、 仏壇の前に行って、お父さん今でも愛してますよね、できれば私はそっちに行きたくないわね、お父さん夢の中で会いに来て、愛してもらう、お父さんね、もっと遺産を残してくれなかったのどうして本当にね、まあそれもお父さんの愛情かもしれません、ね。とにかくもう、まあ、その愛とか優しさ、思いやり、親切、良心、そういったもので僕たちの魂はできてます。ですからわざわざそれをこねくり返してね、人を騙そうとか悪いことをしようとか奪い取ろうとか、そんなことを思わなくてもいいですよね。魂はもともと良きものをつかみ取るために、そういったように神様が作ってくれておりますので、皆さん そんな形で、一緒に、ね、歩いて行っていただけたら嬉しく思います。皆さん幸せですか？
今言ったのをね思い出してくださいね。幸せといえば幸せになります。皆さん幸せですか？OK 皆さん愛してますか？素晴らしい素晴らしい、お金持ってますか？そう、あのね、それもダメです。持ってなくても持ってますよって言っちゃうんです。そう、持ってるふりをする、はい、ふりも大事です。それらしいふりをしてればね、それっぽくなりますので、ありがとうございます、ありがとうございます、この休暇いただきまして、ありがとうございます、そう、ありがとうございます、ありがとうございますってね、皆さんのおかげでございます。さあ、それでは、はるちゃんどうもありがとうございます。はい、皆さん、そちらのギャラリーの方はあちらで立ち見をされておりますけど、お席が何でございますか？本当？皆さん、愛してますよ。愛してますか？素晴らしい、ね、僕も愛してますよ。結婚しましょうかね。はい、結婚できたら結婚してください。ね、なんちゃって。それではもう一曲だけお付き合いいただきまして、次のコーナーへ移っていきたいなと思いますけども、大体言いたいことはもっともっとあります。僕はお話をするとおそらく一晩中喋ります。で、もう聞いてなくても自分が言いたいことをもう言いたいなという、そのね、もう本当おしゃべりが大好きでございましてね。ね、写真撮る人、握手してない人、あっちにいっぱい、年貢を納めてない人、あっちにいっぱいじゃあ行かないと。じゃあ、もう一曲だけ、宮下賢治先生作曲でございます。僕この歌大好きです。香川明さんという方が歌唱しております。この歌は NHK にも出て、BS の方でも歌っておりました。ご本人様が、いい歌だよって、で、僕もお会いしたことがあります。歌ってくれてありがとうって言ってもらいました。皆さん、左手に指輪はありますか？はい、ない人はね、買ってください。はい、それでは参りましょう。指輪よく聴いてください。とてもいい歌です。作曲は宮下賢治先生でございます。一人の先は寂しくて恋しくなりますぬくもりが、あなたを待ち合い、かれこれ2年、どこでどうしているかしら、いるかしら、思い出す。
なっていきます。もう間違いございません。もう僕はそれを体を持って、ね、まま